私演じる星野ゆうみちゃん、はい、こちらのキャラクターなんですけれども、特徴としては、まあ、おとなしいとかこうちょっと引っ込み思案であったりとか、まあ、見た目はこんな感じで、まあ、弾けてる女の子ではないですね。でポイントになってくるのがこの部活動の図書委員っていうところですね。いやもしかしたら図書室であんなことがみたいなこともあるかもしれません。はい。でですね、あのこのキャラクターの魅力はやっぱり最近のこう世の中というか最近の高校生ではあまり見られないようななんか清純なところというかすごく真っ白なところ無垢なところっていう部分が魅力なのかなって私は思っているんですけれども、アニメ全体としてはまあまあ新キャラもみたいな部分もあるので結構こうキャラクター的な見どころとかもあるんですけれども、他のキャラクターユーミ以外の5人のキャラクターちょっとお話聞きたいと思いませんか？聞きたいですよね。私はね演じてる側ではないのでそんなに詳しく説明できないんじゃないかななんて思うんで、こんな素敵な部位を用意していただきました。見たいですか？見たいですよね。じゃあ早速行っちゃいましょうか。どうぞ。君キスピュアルージュキャストインタビュー。皆さんこんばんは、水沢真央役の池澤春菜です。アミック大丈夫ですか？一人で寂しかったらいつでも駆けつけますんで行ってくださいね。はい、パッと見はですねすごく、おしゃれなお姉さんで大人っぽい感じではあるんですけれども、割とこう自分を演出して自分がなりたい自分像っていうものを頑張って演じているようなところもあって、ゲームの中では、だん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 その固い頑張って私はこういう風になりたいのこうでありたいのっていうのが主人公との会話によってちょっとずつ剥がれていって、最後は一番素直な真央姉ちゃん、等身大の真央姉ちゃんというものが、出てくるようになっております。小悪魔的なところもあったりとか、ちょっとこういたずらっぽかったりお茶目だったり、ちょっとエッチだったりするところもあって、非常になんかあのゲームをした人が画面の前でもだえ転がるようなツボがいっぱいあるらしいですよ。真央姉ちゃんに関しては私はほとんどあのこういう風にやろうとかいうことを考えないって演じてましたね。すごく自分とかけ離れた役を演じるというよりは自分の中にある真央姉ちゃん的な部分をこう持ってきてそれをこう拡大して演じている感じだったんですね。なのでテンポ感だったりそのノリの良さだったり真央姉ちゃんのこういろんなことを楽しんでいく前向きな性格だったり、そういうものが声の感じとかお芝居のテンポからにじみ出てくるといいかなとは思っていましたけど、基本的にはあんまり何も実は意識せずにそのままやっておりました。キャストのみんなもそれからスタッフさんも君キスのこの甘酸っぱくってときめく世界観を表現しようと一生懸命頑張っております。多分みんなが好きな君キスの世界がちゃんとそこにはあると思いますので、テレビの前で体育座りをして、ただ見てるとやっぱり転げ回りたくなるので周りにクッションとかバスタオルとか置いていつ転げ回ってもいいような準備をして見てください。皆さんこんばんは、さきのあすか役広橋亮です。さきのあすかは、まあ、外見的にはポニーテールのこうスポーツ少女、本当に運動一直線サッカー一直線な女の子で、やっぱ恋をしてキスをするっていうのがテーマだったんですけど、アスカは全然恋の方に行かず本当にサッカーが恋人みたいな、まあ恋に不器用な女の子です。その女子らしいことに対して結構疎いところがアスカもあって、特にアスカは多分ファッションとかあんまりもう常にジャージみたいな女の子、ジャージっていうかまあスポーツ系の服装が好きな女の子なので、
そういうところは私も一緒だなと思うし、まあ、ゲーム準拠で話させていただくと、アスカはすごい食べ物も大好きなので、まあ、私もすごい大好きなのでそこは一緒だなと思います。キンキスでまたほっこり胸があったかくなるような、そして甘酸っぱい気持ちになれたらいいなと思います。来週楽しみにしていてください。里中なるみ役の水橋かおりです。ラジオの方をやらせてもらってるんですけど、ラジオの方でもずっとアニメ化したらこう話をやりたいなとかいろいろしていたので、いつなるのかなと思ったら楽しみにしてたんですけど、だから正直嬉しかったですね。すごく性格はすごく明るい子だと思うんですけど、彼女の場合一番特徴的なのは趣味だと思います。趣味っていうか実家がうどん屋さんなのでまあうどん作るのが趣味、まあ、本当に一言で言うとうどんっていうことですね。はい、容姿はまあショートカットも可愛いです。そうですね。もうすごく元気な子なんで、私はすごく正反対なんですよ。性格がなので常にすごく明るく元気にやるっていうのは、なんか結構新名したセリフとかもないわけじゃないんですけど、そういうところあまり暗くなりすぎないとか思い詰めすぎないとか。はい、皆さんこんばんは、師匠みつき役の的真美子です。みつきはですねお嬢様です。かなりのお嬢様だと思います。まあ、頭がいいことはさることながらお稽古ごとも特に、まあ、ピアノがモチーフになってくると思うんですけれども、性格もですね、こう前に出るタイプではなくて、おとなしく控えめな印象を受けるんですけれども、多分芯のところでは強い子なんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、まあ美月イコールお嬢様っていう、感じですかね。今までの自分の中のゲームの中の美月っていうのももちろんあるんですけれども、それを一回ちょっと横に置いておいて、またアニメの中の美月っていうのをゲームを踏まえた上で新しく作っていきたいなっていう、前のものを引っ張り出してくるよりかはまた新たな気持ちで、取り組んでいきたいなとは思っています。皆さんぜひご覧になってください。ゲームが好きでゲームから、アニメを見られる方や、もしかしたらアニメから入られるっていう方もいると思うんですけれども、ゲームにはゲームの良さがあったと思うし、アニメにはアニメの良さがあると思います。とても楽しい世界観だと思うので、皆さんに楽しい時間を過ごしていただけると思います。ぜひともご覧になってください。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、二見恵理子役の田中理恵です。二見恵理子ちゃんの性格とか容姿とか、そうですね、趣味はきっと実験をすることかなとかって思うんですけど、何の実験かっていうと、まあ、やっぱりいわゆるキミキスなんでキスの実験ですかねまあ本当独特な性格というか、もう人を寄せつけないタイプの感じなのかな。謎なんですよね。ちょっとやっぱり仲のいい声優さんたちが多いので、やっぱりこう気持ちがこう湧き立つというか、嬉しい気持ちでいっぱいになるんですけど、エリコの性格とかキャラクターっていうのはちょっとやっぱりなんていうんですかね、無機質までいかないんですけど、ちょっとやっぱり独特な雰囲気のある女の子なんで、そこをやっぱりお芝居で表現しなきゃいけないっていうのがあるので、極力こう嬉しい気持ちはあっても、こう抑えつつっていう、だからあんまりこう死後をしないようにしてお芝居の方に専念させていただいてます。でも終わった後はお菓子とか食べつつみんなでワイワイ騒いでおります。私もすごく楽しみにしてるんですけど、皆さん多分ゲームですごくキュンキュンされたその思いがまたアニメになって、またこうより一層キュンキュンしていただきたいなって思います。私ともどもこれからアニメの放送を楽しみに、毎週楽しみにしていてくださいね。頑張ってお芝居やります。ではでは。